はい、皆さんこんにちは、カセントです。こんにちは、トクです。パワープロ TV ありましたね。まあ、はい、皆さんまだ見てないですか？どうですか？私たちは早速見てですね、まあ速報という形でお伝えしていこうかなと思っております。まあ具体的に言うと、まあパワちゃんの詳細が発表されました。まあ中身の部分ですかねが、発表されましたという感じでございます。なんかサクセスやってスタジアムやってっていうのが始まるのみたいですね。でそこになんかビンゴがあってで、はい、お題をクリアしていくことでいろいろポイントを稼いだりとかっていう感じの、うん、内容ですか。はい、サクセス勝負、サクセス中に特定の条件を満たしてビンゴを完成させる。まあ言った通りですね。でビンゴシートは複数枚あり、1ライン以上揃うと次のシートに移る。先のシートのお題をあらかじめクリアしておける予約機能もあると。でデッキは専用に設けられたエビキャラボックスから作成ということで、これ結構嬉しい人多いんじゃない？うん、なんかやっぱり私みたいにねたくさんキャラを保持している人だけではなく、まあこの今ね行われているパズドラの、コラボからパワープロアプリやってみようと思って始めた方でも楽しめる、そうですね、うん、イベントなのかなと思っております。で、はい、特定の持ち込みのアイテムを消費しなしで使用可能だから、招きを毎回連れて、持っていくとかね、うん、まあ、天才とかはさすがに無理だと思いますけど、まあ、特定の持ち込みっていうことなので、まあなんていうんだ、マックスパワードリンクとかなんかそういうのとかがね、まあエンドレスで使うことができると。で試合操作は甲子園決勝のみ。途中で負けたら終わりとかそういう感じなのかな、じゃないですかね。うん、どう徳は。いやー、うん、でもそのカズさんがさっき言ったようにデッキは専用に設けられたイベキャラボックスから作成ということで、うん、まあ、誰にでもチャンスがあるっていうことですよね。これをこなす回数も確か1日5回っていうところなんか決められてるとかの情報もありましたし、これなんていうの、去年一昨年と違った人たちが見れるんじゃない？そうですね。今年は、はい、これ一発でバンって勝ち進むには相当事前情報もね、まあ必要になってくるだろうし、情報をどれだけ入手してサクセス望めるかっていうのも大事になるからね、うん、でサクセスだけじゃないじゃん、バッティング、はい、スタジアムもね、上手い下手出てくるからね。まあ、なんかこのサクセス勝負の方に関してはこのビンターゲットビンゴと、はい、ここで育成された選手のランク、うん、の2つを合算したもので競い合う、うん、でそこでもう一つが野球勝負ですね、うん、なんかチャレスタとかであったようなやつかな。あ、そうですね、もう本当にチャレスタ的な感じのスタジアムで見せる、うん、テクニックっていうんですか。俺はこれ苦手だな。これだって赤を抜くと両方も倒れるってやつでしょ、はい、はい。でもなんか、うん、このインコースを狙うと必ずなんか赤いところに行くとかそういう話なんですか。言ってたね、あの人がね、メタルさんが言ってましたけど、インコースカーブを打つと赤いところに行くなのか行きやすいなのか、うん、なんかそこが必勝法だみたいに言ってましたけど、そんなインコースのカーブ投げてこないでしょ。まあ、そういうところでテクとかじゃないですか、うん、ファール、うん、いや分かんないですけど、いやここは俺ここまでは詰めらんねえな。ここは本当にセンス出ますもんね。うん、まあ、しかも球数もあるっぽいからね、ファールで粘るっていうこともできなさそうだしね。はいはいはい、あ、まあどうなるかっていう感じですよね。でこれが野球勝負で、うん、この野球勝負とサクセス勝負、さっきのターゲットビンゴの2つで、結果的にそのオンライン予選っていうんですかを戦っていくっていう感じになりそうですね。いやこれは結構きつそうだよ。まず我々としてもやっぱり全会場行きたいしさ、まあなんていうんだろう、だ抽選漏れても上に上がれなくてもまあ行くは行こうよっていう感じではいるけど、うん、どうせならねどっか1会場でどちらかが壇上に上がりたいってことを考えてるんですけど、結構大変そうだね。要はさ、今まではさ、とりあえずその石使ってさ、まあ要は石の使えた人が100人いたら、はい、その人たちの中で選抜された人たちが上がっていくだったけど、今度は石をそんなに使えない人も入ってくるから、うん、100人じゃないのよ最初のパイが。
そうですね。ってことを考えると猛者たちはかなりいるよ。うん、うん、だってこういうイベントを楽しみにしてたんだよっていう人たち多いでしょ。だってうん、うん、そうですね。ねえ、いやーきついなー。まあこの場所のアーダコーダっていうのは昨日特に挙げてくれてたけど、まあこれだったらもっといろんな会場であっても面白かったなとは思うよ。うん、うん、まあ結構小規模な感じがしますもんね。うん、小規模でやりきるのか大規模でやるのかでなんか中途半端ですよね。あ、まあ確かにそういう見方もできる、ね、なんかそのファンミーティングに近いようなファンフェスタ、うん、あの学生たちで集まるあのファンミーティングっぽい感じのイベントだと思うんですよ、うん、なんかそれで言うとちょっとなんか、うん、もっと全会場いろんなところで全国やってもらえた方が良かったですね、うん、なんかね俺が感じてることだけで言うとね、正解不正解とかじゃなくて俺が感じてることだけで言うと、コナミってすごい大きな会社じゃん、うん、大きな会社。ただこのパワープロに関わる人たちって、まあ、要は実権を持ってるというか、その自分の判断であだこうだできる人間っていうのはかなり少ないんだよね。だからそこまで人をなんか入れられないんじゃないのって思ってる、うんうん、だからこういうイベントもさ、イベント会社に外注したりとかしてやってたからってこと考えるとうんって思うけど、なんか持ってやってくれていいよね、うん、うん、全然お手伝いするし、うん、って感じかな。まあでも今回中身の話っていうことだけど、特結構得意でしょ、さっきのビンゴでさ、いろいろ達成するとかさ。全然見せてもらえてないですよね、言っても。あ、中身が、中身が、まあ、簡単なところしか見てないよね。はい、うん、もう少し見たかったですね。もういよいよなんですから、うん、まあただどっちにしろその一番の問題点はなんかみんな賛否両論あると思うんですけど、うん、一番の問題はいけるかいけないかだと思うんですよね。そのトップ8に入った人たちが愛媛大会に行けるのかいけないか、うん、あ、でもそれは書いてあったよ、あの交通費は全部コナミが出す。あ、じゃなくて例えばその日仕事とかあるじゃないですか。あ、そういうこと。そこまでのガチ勢じゃない人、例えば男女上がりたくない人だって多分いっぱいいると思うんですよ、うん、でも自分こういう動画配信者じゃなかったら、もし仮にこの嫌だよね、上がってもなんかちょっと恥ずかしいとか、なんかいや愛媛かちょっと遠いなっていうモチベーションになったと思うんですよ。でそういう方ってもいっぱいいると思うんですよね、うん、だ誰にでもチャンスある一方を、ただ単にゲームを楽しみたいだけっていう人もいるもんな。そうそうっす、うん、だそうなってくるとちょっと、うん、本当にそこで8人、ね、トップ8に入ってこの壇上上がれますよ、うん、愛媛来てくださいって言われても、いや本当に揃うのかっていう、うん、だから要は石をさ、たくさん使えるような人たちはやっぱりどこか目立ちたい人とかが多いと思うんだよね。だからまあ当然のようにさ、あの補欠何位までみたいなのとかもなんか多分あったじゃん前回も、はいはい、だそういうのもあるんだろうけど、今回こういうように要はたくさんのパイがある中で補欠者はじゃあどこまで掘るんだっていう話にもなるもんね。結構大変ですよこれ。あ、確かに確かに、そこまで考えなかったけど、俺なんか積極的に手を挙げて前出ちゃう人だからさ、俺は気になんないけど、でもそういう人いるよね。いや、めっちゃいますよ。パワープロ好きですんごい楽しみたいんだけど、ちょっとこれで上上がって会社にバレちゃうとかちょっとやだなみたいなね。そう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 。だって土日だって仕事の人いるだろうしね、はい、集まんないっすよ。そうだよね。そこを踏まえるとなんかやり方ちょっと違ったんじゃないかなっていうのはちょっと思います、ね、なるほど。去年と同じでいいって言ったらあれですけど、上がりたい人たちが当日集まってぐらいでの方がなんか何も問題はなさそう。うん、そうだよね。いや、おっしゃる通りだと思うわ。じゃあどうするのって言ったところでもうこれ決まってるからそうですね、うん、なるほどね。ただ一個思うのは、バッと正した時に俺トクはかなりいけると思うよ。ですかね。だから俺去年は割となんか俺も福岡でさ、男女とかわーってかやったけど、俺今年は逆になろうと思ってるから、このパッと見た時に俺無理だと思ったもん。そのコツコツ系だったりするじゃん、このビンゴ達成とか。俺コツコツ系はマジ苦手だから、あの安定感ないけどなんか一発やらかすようなタイプだから、だからなんか
割と平均的に何でもできるような人が上に行きそうな感じするよ。うん、うん、まあとはいえね、そのちょっとこっちのスライドにしてもらいたくて、各地区のオンライン予選で上がれなくても全国大会決勝って言えばいいのかな、2019年の1月にあるその要は2018年の決勝大会、2018年のチャンピオンシップの決勝大会にはオンライン選抜枠で4名いけるっていうことなんで、まあ何度かチャンスはあるって感じかな。うん、うん、でそれぞれ戦い方とかも多少は変わる可能性もあるし、うん、まあ石たくさん使ってる人がおそらく有利な場合もきっとあるかもしれないんでね、うん、うん、まあここは一概には言えないのかな。うん、まああとはやっぱりこれだね、あの事前申し込みっていうのが必要になるんで、ここはしっかりと皆さんやっておいてくださいっていう感じか。はい、あと俺もう一個気になってるのはさ、去年このさユニフォームハッピーみたいなのって私いただいたじゃないですか、はいはい、壇上立ってね、あれが2019年になってどうなるかっていうのはちょっと期待してるよ。うん、2018年かになってどうなるかは期待してる。なんか去年17年でユニフォームに17って書いてあったじゃん、で16年なんか T シャツみたいなのだったんでね、確かそうだったんだよ。で結構一気にグレードアップしたから、今年何なんだろうみたいな、もうなんかコラボでどっか出しちゃうんじゃない、ルイ・ヴィトンとかさそれ言い過ぎだけど、なんかそういう楽しみ方もあるかな、はい、うん、あとなんか遊びに行ったら行ったでまたなんかね、ゲーム内アイテムだったりさ、うん、そういうのももらえるし、あとなんか、ね、去年だったらノートとか鉛筆とかもらったじゃん、はい、なんかそういうのもあるんだよね、はい、うん、そんな感じですか、うん、なんか割とざっくりした感じだったけど、うん、いろいろね詳細が出始めてきて、これから、まあ、パワちゃんも今年もようやくスタートするなっていう感じになりましたね。そうですね、うん、まあちょっと寂しさ半分でもまあ楽しみですね。そうだね、はい、まあユーザーがあだこうだ言っても運営さんが決めたね、内容でやっぱり我々がガツンとやっていくしかないんでね、そうそうそう、そこはちょっともうあだこうだ言わずに一生懸命やっていきたいなと思います、うん、そうですね、頑張りましょう、はい、じゃあそんな感じで皆さんも熱いコメントとかお待ちしております。一緒に楽しみましょう。また動画をお会いいたしましょう。バイバイ、はい。